こんにちは、ラットスタイルのラットです。今日はですね、いつもと違った感じでお送りしようかなというところなんですけれども、よろしくお願いします。はい、ということでですね、僕の愛車ラブさんなんですけれども、年上のですね、オーバーホール後ようやく帰ってまいりましてですね、新店の方、こちら、はい、東京都江戸川区上篠崎の方のね、新しいお店ですけれども、初めてね、この、自分のお店に乗ってきました。はい、めちゃくちゃ調子よく、乗れましてですね、途中ちょっと走行動画なんかも撮らせていただいたので、後ほどですね、撮らせていただく、掲載ね、させていただこうというふうに思っております。いかがですか、この感じ。はい、これね、めちゃくちゃやっぱ改めてかっこいいなと我ながら思ってるんですけども、まだ実はね、これ鹿児島ナンバーなので、まあ変更しないといけないんですけれども、今までですね、スマホホルダーとかってつけたことなかったんですけど、この前このアマゾンでですね、買ったやつがめちゃくちゃ良くて、今日はこれつけて、動画の方で、ね、走行動画も撮ってみたので、ゆくゆくはね、 GoPro とか欲しいなという感じなんですけれども、まあ、取り急ぎですね、こちら、はい、僕の、愛車が帰ってきたという動画になっております。これからですね、まあ、バイク動画なんかもいろいろこう、上げていこうかなというふうに思っております。第1弾としてですね、まあ、今日は、走行動画とかなんですけれども、どっか行った際はですね、あげたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、どうぞ。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちょっとね、声とかも聞きづらいと思うんですけれども、なんかよくある感じの動画を撮ってみたので、よかったら見ていただきたいなというふうに思います。江戸川をですね、すごくこう颯爽と、すごく天気も良かったので気持ちよく走らせていただいたので、ちょっとでもね感じが伝わるといいなというふうに思ってます。ちなみにですね、今日はこれ僕モシールのオッシャブルレザー、このレイでずっと乗ってたんですけど、やっぱりジップが逆回になってるので、すごく走行動画の時、走行してる時もですね、ストレスなく着用できたので、そういった面でもすごくおすすめのジャケットかなというふうに思っておりますので、引き続きですね、来週もよろしくお願いいたします。以上、ラットスタイルでした。失礼いたします。